園庭に来てるんですけど、鮭がいるんですけど、多分 4,5 匹動いてるの分かるでしょうか。今ちょうど中央に、そしてこう見てですね、なんとなく動きが、魚が動くと分かるのでいますね。この中央あたりが多いかなって。あと手前はどうだ。ここ危ないんですよ。これ落ちたら真っ逆さまなのでね、気をつけんな。これ以上近づけない。あっちの奥にも多分、だから鮭にすればあれが水があっこからそこへ落ちますから、だからこの辺ならいるはずなのね。あ、やっぱりいますね。あの落ちた水がこちらの方に左に流れてくるんだけど、その辺りがやっぱりいます。あの辺も固まってます。だから3匹とか4匹ではなくて、10匹とかそういう数。ここがこの右分側に来た、鮭たちの終点ということが言えます。あ、魚道はない。ここのどっかこっかで、産みますね、卵をね。ついたついたってやっと戻ってきたって言いながら、はい。あ、この後はね、あ、こうですね、こう来て、はい。なんかいる？出口にさ、うん、あれ行ってたな。あっちにいる、いたの？うん、いる。あ、気をつけてね。白い肥料袋みたいな。はい。ああ。ちょっと気をつけて。ね。いいかな。わあ、枝がね。なんか青っぽくてるけどわかんないね。穴掘ってるのかな。ここなんだけどピントがね合わない。あ、あ違うな。はい、そういうわけでこの辺にごちょごちょいて、あの下の方から上がってくるのもいる。ちょっと離れよ、危ないから。はい。そしてですね、こっち川の上流、魚は一匹もいない。そして今こうですね、こういうところを撮りました。